ようございます、ゆりです。今日はバスに乗ってじゃーん、ついにマカオへ行きます。本日乗るバスはあちらにあるバスです。30分前集合ということでしたが、オンラインで買った QR コードを見せてチケットをもらったらまた5分前に戻ってきてねということです。バスです。私たちを入れてだいたい20人弱くらいの人が今日は乗るみたいです。ということで本日乗ったバスはワンバスです。上段の広東道から出発して、このまま一気にマカオまで行けてしまうというバスです。シャムスイポーチョンサワンのあたりを通りかかったらマカオ行きのフェリーがまだたくさん止まっていました。現在フェリーはションワンからのみ出発していて、チムサチョイのチョンゴン線からは出ていません。コロナになる前もバスでマカオに向かったことはなかったので、今回はジョーダンからという便利さもありバスを選びました。あっという間に空港隣のバスターミナルへ到着です。ここが香港側のイミグレです。ここからマカオ行きのバスに乗る人たちはこのバスターミナルまでは空港バスでそれぞれやってきます。我成啊，嗱，帶齊所有行李過關，過咗關之後行三號門啊，三號門六號車位上車啊，未錄見，未錄見，未到，未到。はい、目の前のおじさんちょっと慌てんぼでしたね。早速もう降りる気満々でした。先ほどのアナウンスは広東語のみ、荷物全部持って降りてねっていうのと、あとイミグレ越えたら3番に来てねっていうのと、あと最後にみんな立ち上がってたのでまだついてないよっていうようなことを言っていました。いや、初めて来ましたマカオ行き、こちらの矢印に従って、税関を越えて、税関のとこは撮影できなかったので抜けてきたらこの3番の言われていた3番の方に来ました。向こう側に見える金色の2階建てバスはこのバスターミナルから出発するマカオ行きのバスです。私たちはジョーダンから来たバスが、イミグレの手続きやっている間にぐるっと回ってきてくれたので、それに乗ってまた再び出発です。この道は私は初めて通る道です。ワクワクしてしまいますね。で、このトンネルを抜けると、あの飛行機から見えるまっすぐ一本の橋、以前フェリーでマカオに向かっていた時に作っているのが見えたまっすぐの一本の橋、まさにそこをこうしてバスで走っていきます。3車線ありますが、通る車も限られているので混雑は全然ありません。マカオ側に到着しました。広州王と書いてあります。香港とジュハイとマカオをつなぐ橋になります。はい、ついにマカオです。久しぶりのマカオ。英語の表示だけじゃなくて、よく見るとあれポルトガル語っていうところが、あ、マカオに来たなっていう感じをよりより高めてくれます。すごい早いです。あっという間にマカオに着いてしまいました。ご乗車は大体行李過關、過咗關出咗門口往左手邊F 區、F 區上車。はい、荷物持って税関越えて、そしたら F に来てねっていうアナウンスでした。香港のイミグレを出たのが8時40分、マカオの方にこっちに入ってきたのが9時15分でした。これからマカオのイミグレです。はい、いよいよマカオ市内へ入っていきます。このバスは最初はリズボアに止まるんですけれども、最終的にはパリジャンまで行きます。でも様子を見てみると、もう自力で動き出している人み自力で動き出している人たちもいるみたいです。わー、マカオです。この日は旧正月の大晦日、タイミングも良かったのかもしれません。2時間以内でマカオに到着できました。金ピカのカジノホテルサンズに到着です。バスを見送ります。
今回の動画では主に行きと帰りのバスの様子だけお送りしますので、途中の街歩きはまた今度まとめます。街歩きの様子では私はほとんど出てきませんので、今回お楽しみください。いやー、よく歩きました。あっという間に帰りのバスです。同じように QR コードを見せて、チケットを発券してもらいます。1時間前集合となっていましたが、実際にカウンターに行ったら予約で乗る人は珍しいと言われてしまいました。先ほどから映っていたのはエッフェル塔、パリを模したホテルパリジャンです。場所はベネチアを模したホテルベネチアンの隣にあります。帰りのバスはパリジャン出発、ベネチアンに立ち寄って、それからサンズ、行きと同様に橋を越えて最後はジョーダンまでまた戻ります。見てください、ベネチアンです。あのボーダーの T シャツに赤い腰巻き、赤い首巻きのあのユニフォームは懐かしいですね。いや、見れてよかったです。ベネチアンでした。さあ、ベネチアンを出ると正面になぜかビッグベンが見えてきます。パリジャンができたのは追いかけていましたが、なんとイギリスロンドンを模したロンドナーができていました。恐るべしマカオのホテル群です。この一帯のホテルの集まりは、久しぶりに来てみたらなんかこれはこれでとても愛おしいものだなぁと感じてしまいました。ベネチアンの外側の池のところでは、あの手漕ぎの船が何艘か出ていました。バス待ちの時に入ったカフェでは、女性の店員さんフィリピンの人でしたけれども、この3年間全然帰っていなくてマカオにずっといたと言っていました。いや、大変な時期だったのではないかなと本当に思います。この日は大晦日でそこまでの人出ではありませんでしたが、今年の旧正月、マカオは1日過ぎるごとに観光で訪れる人の数が更新されていたようです。あ、マカオタワーが見えます。マカオタワーよりも存在感のあるリズボアやその他のホテル群、いやすごいですね。右側にターボジェットのフェリーターミナルが見えてきました。今は1時間に1本くらいしか出ていないので、最近マカオに行く人たちの様子を見てるとバスを使っている人がちょっと多いようです。各位乘客，请带齐所有行李过关。过咗关 ，A 区上车，出咗海关门口，行左手边啊，唔好行到金巴嗰边啊，行左手边 A 区。再びマカオのイミグレです。運転手さんのアナウンスはいつも通りの、荷物ちゃんと持って税関越えろよっていうのと、A 区に来てね、ABC の A 区に来てね、左側だよ、金色のバスの方じゃないよっていう注意事項をおっしゃっていました。ということで無事に乗り込んで、出発です。こんな風にバスが止まる場所を丁寧に教えてくださるので、そこは安心なんですけれども、問題は広東語が聞き取れないとこの丁寧さが活かせないというところが、ちょっと私にとっては厳しいところです。が、じゃあ次回マカオに行くとなったらどれで行くかということですけれども、現在ある選択肢は3つ。1つはターボジェット、2つ目は空港からのあの2階建てバス、金色のバスの方、そして3つ目がこのバスということですが、まあやっぱり次回もおそらくこのバスを選ぶかなというところです。ジョーダンにしてもサンズやパリジャンにしても、あの動きやすいところまでこのバス1台で行けてしまうというのはやっぱり魅力だなと感じました。再び橋です。橋の向こう側に見えるのはジュハイの街です。ジュハイも久しく行っていません。夕暮れで空の感じがとてもいいですね。
大晦日の夕暮れ、とても今日はいい一日でした。マカオの滞在は約7時間よく歩き回りました。移動のタイムテーブルはこんな感じ。帰りも2時間かからずにジョーダンまで戻れました。イミグレを短時間で通過できたのが大きいです。この後お正月2日目にマカオに行った友人はイミグレ通過に1時間かかったと言っていましたので、早めの出発またはすごく遅めの出発がいいのかもしれません。香港空港です。こちらのバス、お値段は片道160ドル。金色の2階建てバスが70ドルなのを考えると、ん?って思うかもしれませんが、私はとても気に入りました。ハチギン、ゆりでした。